オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは判例に見る死と法律。死にまつわる法律として最初に思いつくのが六法の中の刑法です。現在使われている現行刑法典は1908年明治41年に施行され、その後数度の改正を行ってきたものです。この刑法は13章ある相続と40章ある罪編からできています。特に礼拝所及び墳墓に関する罪、墳墓発掘、死体遺棄、変死者密葬などが興味深いものです。また死亡診断書の規定を記した医師法、昭和23年制定、死体の処置を扱った墓地埋葬等に関する法律、昭和23年制定も見逃せません。今回のしきたりアカデミーでは明治から今日まで死や死体の処置に関するいくつかの事件を判例の中から取り上げてみました。第1話、火葬後の遺骨を受領した事件。明治43年6月、高山の火葬場で遺族が骨揚げを済ませた後の骨灰をそこの作業員が集め他人に譲り渡すという事件が起こった。刑法第190条には死体、遺骨、遺髪は遺棄または領得した者は懲役に処すとある。第1審では有罪となったが、これに被告が上告したもので骨灰は遺骨かどうかが争点となった。判決理由、被告は高山火葬場において死体火葬後遺族が骨揚げをした残りの骨灰およそ90貫目を数回にわたりこれを取得し、もう一人の被告に売り渡した。この行為で2名の被告は刑法190条を適用され有罪となった。これに対し弁護側は次のように弁護をした。現判決では火葬後の残骨は法律的に遺骨である理由を説明していない。刑法190条は礼拝所及び墳墓に関する罪の章にあり、その中の宗教感情を害する犯罪での遺骨とは宗教上祭祀すべき人骨、すなわち墳墓に安置すべき骸骨、あるいは骨片のことである。また人の遺体を火葬した後遺族がそれをどれだけ収集するかは遺族の自由であり、収集したものを遺骨と呼んでいる。したがって遺族が骨壺に納入したものを遺骨とし、残りの火葬場の管理人に委ねたものは一般に棺の開陣と同一視し、礼拝の対象にならないために遺骨とは呼ばない。法律上の述語はその規定の精神にのっとって解釈するもので、標本として売買できる医学用の骸骨は法律上遺骨と言わない。火葬にした骨全部を遺骨とするかどうかを決定するのは遺族の意思だけでなく風俗慣習による。もし慣習によって全部の骨を収集すべきであれば、その一部でも残留することは遺骨の遺棄罪となり、同時にこれを買い受けた者は領得罪となる。もし骨灰の一部を残留する慣習があるならば、慣習に反しない範囲で一部のみを収集し、その残りは遺族が祭祀の目的とせず火葬場の管理人の自由に委ねたものである。したがって一般に尊重することなく、いわゆる理髪店の毛髪が遺髪と言わないのと同じで、法律上遺骨と言うべきものではない。刑法190条では
墳墓に安置、もしくは祭祀の目的である人骨を搾取した場合を言うのであって、遺族の放置した骨片はその県外にある。事件のあった岐阜県大野郡高山町では、遺骨に関しては大小形状など一定した納骨壺を作成し、これがいっぱいになるのを限度に人骨を納入し、そして墳墓に安置する。その残留したものは放置し、火葬場管理人の自由処分に委ね、あるいは肥料などに使用することが慣習となっている。しかるに現判決はこうした慣習を何ら取り調べをすることなく残骨を領得したとの事実を認め、刑法190条を適用したのは理由不備の不法であることは免れない。死者の遺族、その他葬儀を挙行する者が死者の遺骸を火葬する場合に、開陣に帰した遺骨は全部収集することはできない。また多少現場に残されたものをそのまま放棄することは風俗習慣上禁じられてはいない。この種の遺骨は他の砂塵と等しく、これを遺棄したりみだりに領得することは道徳的には厭うことであっても、刑法第190条の犯罪を構成するものではない。刑事訴訟法第224条により無罪を言い渡し、押収物件は差出人に還付すべきものとする。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からの質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には、葬にまつわる体験談集、時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。ご意見、ご感想は、住所、氏名をお書きの上、メールの場合は、info@nara.fm、info@nara.fm。ファックスは、074224-8422、074224-8422。郵便の場合は郵便番号 630-8334 奈良市西の新屋町43、郵便番号 630-8334 奈良市西の新屋町43、奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは074224-8415、 074224-8415、奈良 .fm までお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。